むつみのスーパーチュースデイ。ミドFM761リスナーの皆さん、こんばんは。今日は7月の4日火曜日午後8時、いつものようにむつみのスーパーチューズデイスパチューの時間がやってまいりました。今夜も生放送、夜9時までの1時間お付き合いいただきたいと思います。さあ、まずはいつもの山ちゃんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。山ちゃんも7月ですわ。あっという間に、あっという間にもう12月になりますよ。これ半年終わっちゃいましたね。半年終わっちゃいましたね、はい。まあ、今年も終わりましたね。ほぼほぼ終わりましたね。四捨五入したら、ね、四捨五入した、はい、もう毎日の楽しみがね、もう大谷翔平くんのホームランしかないです。僕はそうですね、本当に楽しみです、ね、もう朝起きる楽しみはそこしかない。毎日が楽しくなります ね。もう今日もまた打った。今日は打ってないんじゃないですかね。はい、そうですか。あれ31号1本打ってます ね。この調子でいくと200本ぐらいまでいっちゃう感じですか。63とか4ぐらいじゃないですか ね、はい、すごいですね。彼は何なんですかね、ああいう存在って。 WBC で今年すごく日本のスポーツ界が盛り上がって、はい、野球で、で大谷翔平選手や、ね、その他のいろんな選手もシーズンよりも少し早めに体を仕上げなきゃいけないんで、はい、絶対に調子が崩れるはずだとか言って、そうですね、みんな言ってましたよね、はいはい、どんどん調子上がってますもんね。すごいですね。すごい、何なんでしょうね、本当に。まあ、そんなこんなで今年の楽しみはあと残すは大谷翔平君だけということで今日の最初前半番組の PR コーナー移りたいんですが、はい、まずはこの曲からいきますか。はい、早速ですね。まあ、早速この曲お願いします。中島みゆきさん、地上の星。今日はたっぷりと聴いていただきました。実は山ちゃん、今曲長く流した理由っていうのはね、はい、今日この後名古屋エンジンコーナーで出演していただく尾藤さんって知ってる？久々に。お久しぶりですね。はい、久しぶりに来ていただきました。俺のリクエスト曲が入ってないって急遽、はい、急遽今ね、はい、A ちゃんの曲を探してましたんでね、はい、ちょっと長めに知りの話を聞いていただきました、はい、さあ今日の PR コーナーはまずはこの方からですね。防衛省自衛隊地方愛知地方協力本部の番組準レギュラー、つかっちゃんことつかっちゃんです。こんばんは、よろしくお願いします。痩せました？なんかすごい感染入ってるじゃないですか。つかっちゃんの時だけ。ありがとうございます。痩せました？痩せてないです。髪切った？髪切ってちょっと伸びました。あ、それ切ってないよね。それそうですか。なんか痩せたってさっきからビューティービューティーの間でなんか噂ですよ。ですね、なんか痩せビューティーになってます。いや、痩せても痩せなくてもいい感じだっていう話になってますけど。ありがとうございます。さあ今日はあの今日ね、僕あのとあるところであの安井本部長にばったりお目にかかって、はい、いやばったりじゃないんですけどね、あの今日うちの塚田が行きますからってあの言っておられたんですけど、はい、今日は安井本部長聞いていらっしゃいますかね。聞いていただけてると思います。そうですか、はい、これ査定とかされてるんですか。大丈夫ですか。いや、されてたら困ります。そうですか、はい、さあ、あの今日はどんな耳寄り情報でしょうか。今日はですね、はい、ちょっとあのいろいろ持ってきたんですけども、はい、まずあの7月1日で高校生の募集解禁が始まったということです、はい、そうか、今月からですか。そうです、高校生の皆さん、はい、はい、自衛隊としてもあの4個の種目ですね、はい、受付をまた新たに開始しております、はい、まあ、航空学生は航空自衛隊に入られる、そういうこと、パイロットを目指す学校という、はいはい、形で航空と海上があるんですけども、はい、あります、はい、であの一般走行補正って、はい、まあ、春秋、はい、もう今年は冬もやるんですけども、この2回目の募集というものが、はい、まあ、高校生が解禁になったということでですね、はい、市に力を入れて防衛省がやっているところですけども、はい、こちらの受付も開始いたしました、はい、あとは防衛大学校と防衛医科大学校ということで学校の方ですね、はい、こちらの受付も開始しております。防大、はい、はい、まあ、あの詳しいところは愛知地方のホームページか、まあ、最寄りの事務所に訪ねていただければと思います、はい、で、あの近々あるネットで検索される方は、はい、自衛隊愛知と入れればいいですか、はい、自衛隊愛知で検索をしていただくと、自衛隊愛知地方協力本部と一番最初に出てきます、はい、そちらホームページクリックしていただければ、はい、いろんな情報載せてますんでご確認いただければと思います、はい、そして、はい、まあ、とは言われてもですね、わからないと思いますんで近々です、公安系公務員合同説明会っていうのを、公安系公務員、はい、公安系公務員ですね、はい、はい、それは警察、はい、それから消防、はい、海上保安本部、はい、そして防衛省自衛隊、自衛隊ですね、はい、4社合同で
はい、やるんですか、説明会、公務員説明会。4社合同で。だってこれ4社競合してるでしょ。そうですね。まあ、でも警察よりうちのがいいよみたいな、そういう話ですか。そうですね。そういうやり合いがあるわけですか。はい。でも全ての機関は聞いていただいて、うん、ええ、やはりいいとこ悪いとこあると思いますんで。悪いとこもあるんですか。比べるとですね。比べるとね、はい、比べるとですね。なるほど。うちは水は使わないよみたいな。いや、言い方難しいですね、これ。難しいですね。そうですか。ちなみに毎年この公安系公務員合同説明会っていうのは開催してるんですか。そうですね、今年で3年目ですね。じゃあコロナの中でもやられて、やりました、続けました。大体何日間やって、何人ぐらいの方々がこう説明会いらっしゃるんですか。昨年度までは、はい、年3回、はい、開催してたんですけど、はい、で今年度は5回に増やしてます、はい、で7月の17日が初めてなんですけども、はい、大体1回の説明会でマックスを200と1日 で、 もう 上限200人ぐらいでないと、はい、200人ぐらいの入れる、なるほどなるほど、はい、会場でやってるんですけども、うん、まあ、マックス来たことはまだないです。あ、そうですか、はい、それでもまあ150じゃん。あ、でもほとんど、ね、はい、来ていただけてます。そうですか。ちなみに今年は7月17日の月曜日の朝9時30分から第1部、第1部がですね、で、はい、第2部がお昼の1時15分から、はい、で場所がウィル愛知、ウィル愛知です。ウィル愛知って言ってもなかなか皆さん、ね、ピンとこないんですよね、はい、僕間違えてウィンク愛知行ったことありますからね、はい、ウィル愛知っていうのは場所は、場所は名古屋城、名古屋城の近くですね、はい、はい、これは対象になるのは高校生の方ですね。昨年度までは高校生ってやってたんですけど、もう今年度は今回高校生から29歳までという、はい、幅を広げまして、まあ、基準にしてますんで、誰でも来れる、どなたでも無料で、はい、はい、無料です。公務員の説明会を聞くことができて、はい、だいたい1人何分ぐらいこういろんなお話、各機関の説明を20分ずつ、はい、全ての機関を聞いていただいて、はいはい、その後で約20分ぐらいの個別相談とか説明を聞けるような形で時間を設けております。これ男性女性はだいたい毎年比率はどんな感じですか。男性が多いかなと思ってたんですけど、結構女性が多くてですね、だいたい半分いかない、女性が、まあ、半々ぐらい、半々ぐらいですかね。へえ、はい、でやっぱり女性の方が優秀ですか。答えにくい質問ですけど、でも概ねそうですよね今世の中。そうですね、女性の方が積極的というか。なるほど、はい、でも自衛隊の場合は男性女性の比率って法律で決まってるんでしたっけ。そうですね、今どん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 女性の方を上げていますけど。なるほど、はい、ちなみに何パーセントぐらいですか今。今が、8、9ぐらいまでいってると思います。8パー、9パーですか、ね、全体ですね、はい、女性が8割、はい、8割で8%か9%、はい、なるほどね。ぜひ、高校生から29歳までの方、はい、これ 何か持っていくものはあるんですか。持ってきて履歴書だとかそういったものはいらない。あ、いらないです。とにかくお話を聞いていただいて、はい、こちらも自衛隊愛知で検索してもらい、はい、いただいて、自衛隊愛知地方協力本部のホームページから予約ホームに飛ぶようになってます。事前予約ですね、はい、なるほど。ぜひぜひご興味のある方行っていただきたいと思います。さあ、その他にはもう一つはですね、はい、その翌週なんですけども、はい、7月の22日23日で、はい、自衛隊愛知地方協力本部が毎年ポスター、次年度に使うポスター、はい、こちらのコンテストをしておりまして、はい、作品を募集をして、はい、ここで一般市民から投票いただくように一般、はい、再来週の土曜日、はい、22日の土曜日と、はい、23日の日曜日に、はい、一般の皆さんの審査をしていただくということですか、はい、金山の総合駅のコンコースで、一次審査を突破したポスターが貼り出されて、そうですね、はい、そこでこれ愛知県民の方でないと参加できないんですか、審査は。審査はもう誰でも、誰でもいいんだ、はい、通りがかりの人でもいい、はい、金山総合駅のコンコースで、ポスターが何枚ぐらい、これ何種類ぐらい貼り出されるんですか。今40作品を基準で考えています。でそれぞれこう投票していただく、はい、投票していただく。なるほど。でその中でまたさらに絞られて最終審査で、はい、来年の街中に掲示されるポスターが決まるという、はい、そういうことですね。そうですか。ぜひぜひ一般の方々、たまたま金山の総合駅のコンコース通りかかったという方でもいいわけですね、はい、7月22日の土曜日と23日の日曜日、これ時間何時から何時までやってるんですか。
大体もう準備ができたらなんですけど、大体9時半から始めたいなと思ってます。まあ、16時ぐらいまでですね。夕方ぐらいまで、はい、2日間ありますんで、はい、はい、ぜひぜひご興味のある方お立ち寄りいただきたいと思います。で、はい、これがまたですね、はい、その時に合わせまして、はい、まあ、金山駅の南口ですね、はい、で、いつもいきなり広場がありますよね、はいはいはい、あそこであのマルシェをやられてるんですけど、はい、そこ22、23日は自衛隊コラボということで、はい、自衛隊ウィークということで装備品を並べたり自衛隊のちょっとグッズとかを置かせていただいて、はい、ポスターデザインのコンテストをやっていただいて外に出たら自衛隊のグッズがいっぱいあって装備品があるよ。でビールを飲みながら、そうですね、装備品を身につけて帰っていいと、はい、帰っていいの、ヘルメットかぶったりして帰っていい、帰っちゃダメです、ね、帰っちゃダメです、ね、写真は撮って、あ、そういうことですか、はい、制服も準備してますんで来てもらって写真を撮ってもらって、なるほど、はい、ビアガーデンですけど高校生の人は行っていいんですかこれ。全然、いや、ダメでしょ、高校生は飲んじゃダメでしょ、飲んじゃダメですね、そうですか、そうですか、22、23ということですね、はい、ぜひぜひ金山総合駅南口お集まりいただきたいと思います、はい、さあビューティービューティー、はい、こんばんは、こんばんは、こんばんは、あのつかちゃん痩せた痩せたってさっき言ってましたけど、はい、しましたね、はい、女性から言われるちょっとなんか照れて、めんどくせえな本当に違うビューティービューティーは先々週に引き続きですね、はいはい、さあ今日耳寄りな情報なんでしょう。はい、今日は梅雨のだるさについてちょっとお話ししたいと思います。原稿あり、今日、はい、原稿ありですか、はいはいはい、梅雨のだるさ、そうです、はい、もう今梅雨ですもんね。そうですね、なんか梅雨だるっていう風にも言われたりするんですけど、ほう、一年中結構気象ストレスを感じると思うんですけど、はい、特に梅雨の時期は気圧が低くなって、はい、湿度が高い状態が長時間続きます、はい、なので雨も多く日照時間も減少する上に、はい、日によっては寒暖差も大きくなってしまい、一年で気象ストレスを最も感じる季節となってます。なんか読んでるみたいな感じがしますよ大丈夫ですか、はいはい、でその梅雨だるの中には、はい、自律神経が乱れてしまうことで起きたり、はい、水分バランスの乱れによってだるさとかイライラしたり肩が凝ったり、美容面でいうとむくんだりとか、うん、そういった症状とか不調がどんどん現れていきます、はい、でビューティービューティーとしてはお顔のむくみや体のむくみについてのツボだったりを紹介していきたいと思います。俺梅雨じゃなくてもむくんでるんですけど、それは何なんですかね。それは下手したら心臓とか腎臓の病気とかもある。いやそれ下手しすぎだろ飲みすぎね、下手したら下手しすぎだね。あの、はい、元矢後整形外科形成外科病院ではそういったむくみを取ったりとかしてくれるわけですか、はい、そうですね、あの鍼灸治療でむくみの治療をしたりだったりとか、あと筋膜を剥がしていく機械があったりとか。何を剥がすの？あ、筋膜を剥がす機械。筋膜って何ですか？筋肉を、一つの筋肉じゃなくてまとめた筋肉を膜で包んでて、その膜が癒着しちゃうと筋肉の動きが悪くなって、筋肉の動き悪くなると血流も悪くなって、そうするとむくみにつながったりとか体の不調にどんどんつながっていくので。今日ちゃんとしてるね、話がね。はい、そうです、はいはい、それをあの剥がすんだ。そうです、その機械がお馬さんに使ってる、競走馬に使ってる機械を人に使えるように改良した機械を重たいこと制限が置いているので。それはどんな機械ですか？乗ってないんですけど。あ、乗ってないんだ、このパンフレットに、はい、なんか馬ちゃん、その競走馬に使われて、競走馬を癒すための、競走馬の疲れを取るための機械を人に使えるために改良しているので、本当に馬力がすごい。で、10分間1100円で受けれて。10分間1100円。そうです、そうです。それが高いのか安いのかすでに分からない。エステだと送信の機械とかでそういうのあるんですけど、結構7000円とかするんですね。10分ぐらいで、それは20分くらいですね。で、あとは手でほぐされたりとかもあるんですけど、もったいこと整形科は筋膜リリースって言うんですけど、その筋膜リリースやった後にマッサージ受けたり、針やお灸の治療も受けれるので、だいぶお値打ちに、はい、結果1万5000円とかなってないよね。ならないです、ね、はい、安心してください。そうですか、はい、安心してください。競走馬のその筋肉をほぐすというか、はい、その筋膜を剥がすその機械があって、はい、それを人に使えるように改良したものがあるの。はい、その機械を使った後に針と応急するとカチコチの人も。それラジオで言って大丈夫なの？あ、大丈夫です。内緒で改良したんじゃなくてね。
もてあごとか改良したんではなくて、そういう会社さんのを取り入れてるので。すごい、はい、それ日本製ですか。日本製です。へえ。多分いいですね。そのさ、ちっちゃい声で多分、はい、そうですか。あと、はい、壺とかもあるので、その壺だったら自分でもできるので、その壺の場所だったりを紹介したいなと思ってます。はい、はい、さあ、そして今、はい、なんですか、その新しい本が。これはちょっと前に美容師、はい、理事長先生が出した本から壺をちょっと持ってきたんですけど、はい、むくみに対して。すごい、メゾン里芋さんなんかすごいいっぱいあのメッセージ入れてくれますけど。なるほどなるほど。ビューティービューティーね、すごいですね。メゾン里芋さん、ぜひね、いつも。今日もスカルプと眼精疲労受けていただいた後にラジオ聞いていただいて、ファーストはしごして、でラジオ聞いていただいて、はい、スタジオ来てくれればいいのにね。そうですね、誘っておいたんですけど、まだ前向きに、前向きにね後ろ向きでもいいですからね、スタジオおいでいただきたいと思います。さあ、その、はい、美容師、美容師なんか売れに売れてるっていう話じゃないですか、その本は、はい、この本では、はい、マッサージ鍼灸セカンドで今日の治療でも使ったんですけど、だいたいむくみに効くツボとして、目の横にあるツボ、目の横だったりとか、頬の真ん中にあるツボ、はい、あとは首筋にあるツボをよく取り入れてるんですけど。そこに何、針を、あ、針刺したり、針の後にフェイスのマッサージをしたりとかするときに刺激するんですけど、今日その里芋さんに施術したツボではこの目の横のツボを使っていたんですけど、目の横のツボを耳のこのこめかみに向かってグーってマッサージしていただくと、むくみが取れてフェイスラインのアップにもつながりやすいということで、おすすめのツボなのでやってもらったりとか、やってもらったりとか、この、首の付け根にある、首の付け根、耳の下、うん、ここの後ろ、そう、リンパでしょ、そこ。そうです。あとここは顔面神経の関わるツボがあるので、うん、こういうとこを押してあげると結構首筋がすっきりしてむくみの改善にもつながるので、へー、よかったら使ってみてください、はい、使ってみてください使ってみてください。本を買ってくれということですね。で、はい、で、あとはなんか100円ショップとかでも今簡単にむくみの取るグッズとかがあったりして、カッサとかコロコロするローラーとか簡単に手に入るものが多いので、はい、よかったらそういうのも使って、このローラーって MTG さんが出してるコロコロみたいな、あれコロコロみたいな、 MTG さんが出してるそのままなんだけどうちの近所に本社があるんですけどね、あれコロコロしてくださったりとか、あとはカッサでこのリンパに向けてこうちょっと流してあげたりとかすると、あと擦りすぎるとお肌に摩擦してよくないので優しく擦ったりとかオイルして、はい、擦ってください。なんかちゃんとしてるね、今日話ね読んでたっぽいけど、読んでたっぽいけどちゃんとしてますねはい、他には何かあるんですか。あとは夏なので、脱毛とか、はい、脱毛7月のキャンペーンもまだまだやってるので、はい、よかったら。これレーザー脱毛なんですか。はい、元ヤゴと整形外科さん、はい、はい、今日はちゃんと金額持ってきた。金額持ってきたちなみに一番のお値打ちなこの夏に向けてのレーザー脱毛はどのコースなんですか。おすすめ、個人的なおすすめは、ええ、背中ですね。背中がない。え背中がない。えなぜか背中の値段載ってないんですけど、背中無料じゃないの。16,500円でうなじから、背中全体まで脱毛することができるので、はい、なぜかなんか胸のとこは胸だけで16,500円、お腹で16,500円なんで背中安くないですか。背中上下で全体でうの字まで合わせて16,500円なんでよくわかんないけどなんか乗ってないんですけど、背中おすすめです。背中おすすめですか、はい、これどれぐらいかかるんですか、時間は。時間は自分は腕とセットでちょうど今週受けたんですけど、腕と背中合わせて、30分から40分ぐらいでした。ちょっと痛みがちょっとあるので、痛いって止めたりするとちょっと長くなる。そんなこと言ったら来ないよみんな。麻酔そう、麻酔もあるので。麻酔、はい、麻酔、ぬる麻酔ももしすごい痛み心配だったら、はい、追加で料金はかかるんですけど。取るんかい、はい、あと
この脱毛なんですけど、医療脱毛になるので、あの肌が脱毛してもいい肌かどうかをドクターの先生に診察してもらうときに2000円かかることだけあのお知らせしといた方がいいかなと思って。診察料一体いくらなんで背中で1万8500円になってる。8500円。え、これでも医療脱毛って保険は効かないんだ、ね、そうですね。夏に向けて、はい、どの角度から見られてもいいように。いやもうぜひ外出ないよ、もう人に見られるの嫌だからなるほど、はい、ありがとうございます、はい、さあ PR コーナー、つかっちゃんとビューティービューティー、あのなんかこの夏はどうされるんですか、つかっちゃんは。この夏です、夏お盆休みとかあるんですか。あ、今のところはでもコロナがね、まあ、コロナが明けたとはいえまたどんどん増えてきていてね、沖縄の皆さんなんか今病床が逼迫していてなかなか大変なんですけど、注意しながらみんな遊ぼうねっていう話になると思うんですけど、なんか盆休みの予定とか夏休みの、まだ今のところは入ってませんけども、はい、まだ採用試験も入ってますよね、お盆の時間ですね。ですね、仕事が先ですね。ビューティービューティーはどうするんですか、お盆休みとかある。ないですけど、ええ、あのちょっとお休み取って諏訪の花火見に行こうと思ってます。諏訪の花火、諏訪この…あ、そうです、確かコロナの時やってなくて今年やり始めるそうなので、はい、行きたい、行きたい、撮っちゃおうかな何の話やねさあ曲の方行きましょうか。チューブでシーズンインザサン。さあ曲の間にみんな脱毛していただきましたね、シーズンインザサンチューブ聞いていただきました。さあ番組後半入っていきたいと思うんですが、久々の名古屋エンジンコーナー、今日はね山ちゃん、はい、ためになる話ですね、はい、空き家が最近めちゃめちゃ増えてるんですよ、なんかいろいろニュースとかで、そうそう、はい、日本中で空き家が増えるといいこともあるけれど、はい、やっぱりこう地域のねなんかこう治安が悪くなったりとかね、はいはい、火事になったりとか、はい、いろいろ心配事があるんですが、今日はその空き家の専門家の皆さんにお越しをいただきました。公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会の業務執行理事、そしてまたもうお一方ですね、同じく協会の副会長、まずは副会長の三岡慎吾さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。さあそして業務執行理事の尾藤和樹さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。お願いします。あの今日お二人においでいただいたんですけれども、なんか空き家がめちゃめちゃ増えてるっていうのは最近ね、いろんなあのニュースでもやっていますし、ワイドショーでもやっていますし、実際今日本中にうちというか宅地じゃないですね、あの戸建ても皆さん住んでる家も含めて何世帯ぐらいあるんですか。日本全体である世帯数ですか、6000万世帯、6000万世帯、だいたい1世帯に2人住んでると考えて平均して1億2000万です、6000万世帯あって空き家って言われてるのは今そのうちどれぐらい。まあまあ、正確には何とも言えないですけど、今平成30年ではですね、はい、一応846万戸と言われています。846万戸と空きです、空き家がある、空き家があります。846万件ということですね。ということですかね。ということは平均2人住んでいるとして、え、1600万1700万人、ですからね、あの、まあ、空き家率でいくとその戸数でいくと大体 14% 弱ぐらいが今空き家になってます。空き家率、空き家率全体の、全体の空き家率は今 14% 弱ですね。空き家 14% 弱っていうのはこれ世界的に見てこうそんな、いや もちろん多いです、多いです、日本が多いんですよね。すそれやっぱりこう高齢化で一人暮らしで、例えばお亡くなりになられて、でそのまま空き家でほったらかしみたいなのも、いやもちろんそう、多い。あの、まああの、まあ、気になる点だと、まあ、内訳をですね、はい、多分気になると思うんですけど、はい、まあ、大体あの850、50あってもですね、大体の半分ぐらいが居住用の空きがあります。850万戸、ええ、空き家があるとして、ええ、そのうちの賃貸の空きがですね、大体 50% ぐらいあります。あ、要は賃貸なんだけど、まだその住む人が決まっていないというのが半分ぐらい。そうです。ってことは実際 の、はい、あの誰ももう住んでなくてどうしようって困ってる空き家は
その半分ぐらい。ですね、まあ、その後ちょっと内訳言いますと、まあ、売却用の住宅だとか、まあ、セカンドハウス、別荘みたいなやつが大体合わせて、まあ、10% ぐらいありますので、はい、単純な空きが大体4割ぐらいありますね。だから大体350万くらいが単純な空き。でも350万個空き家があるってことですか？そうです。日本中に？日本中に。これ今どんどん増えてる？どんどん増えてます。なんで増えちゃってるんですか？いや、ただ空き家の増えるのはですね、なんといってもあの原因、まあ、大きくやって4つぐらいあるんですよ。はい。まあ、なんといってもあの日本は新築規制がなくて、新築どんどん作ってるんですよね。はい。まあ、とにかくあの建築屋さんが作ってもらわないと日本の国力も、あの、まあ、増えないということで、はい、まあ、それの作りすぎが一番の原因だと思いますし、家建てすぎ、建てすぎ、諸外国は新築の規制があるんですよ。はい。あのそれが一番目、まあ、2番目はですね、はい、やっぱりあの何といっても少子高齢化ですよね。はい。それはだって一人っ子一人っ子が結婚したら家一軒余りますよね、どう考えても。いや、それはそうです ね、はい、だからやっぱり少子高齢化が2番目の原因だと思いますし、はい、で3番目がやっぱり何といっても、今テレビでよくやってますよね、相続税があの今上がってきてまして、相続税対策でアパート作りましょう、相続税減らしましょうっていうのでどんどん作ってますよね、アパート。はいはい。まあ、当然作ればあの古いやつも空き出ますし、だからあのどんどん増えます。はい。まあ、それとあの、まあ、大きいです、まだ他にもいろいろありますけど、はい、まあ、今空き家をですね、古いまま買ってあっても固定資産税のまだ軽減措置があるんですよ。はい。あれを取り壊しちゃうと固定資産税が6倍に跳ね上がっちゃうんですよ。実は6倍、6倍になっちゃう固定資産税、はい、そこちの、はい、ではそういったのが原因で、あの空き家があってもあの壊せない。なるほど。壊さない。それやっぱり日本の法律が古いままの法律だということですね。そうなんです。今からもう昭和40年代50年代ぐらいの40年代ぐらいか、30年代40年代ぐらいの法律のまま、そうです、来てるからそうなっちゃってる。そうなってます。まあ、一番の、まあ、原因はですね、木造の耐用年数って知ってます？法的な耐用年数。いや、それクイズですか？クイズ、それ当たると何かもらえるんですか？いや、はい、まあ、大体20年なんですよ。だから20年で壊せっていうのが大体おかしいでしょ、まあ、諸外国ないんですよね、それが。だから20年で価値なくなっちゃうと壊しちゃう、まあ、他ってまた次作っちゃうっていうのがありまして、ね、でも実際木造の例えば戸建てって20年でそんなにメンテとか必要になっちゃうんですか？よっぽど今安い建て売りは壊れるかもわかんないですけど、あの法隆寺見てください、何百年と思ってますので木造 ですよね、だからそこら辺を根本的にやっぱり変えてもらわないと、あの先生たち、あの政治家の先生に、いや政治家はね今時当てにならないやつ多いですからねあのこれ愛知県宅地建物取引業協会、宅建協会、はい、通称、はい、宅建協会さんは、そういうこうなんていう社会の、宅地だとか建物だとかを中心とした課題を見つけ出して解決していく協会なんですか？そうです、そうです。あのやっぱりですね、あの我々の業界というのはやっぱり今あの、まあ、だいぶ価値観変わってますけど、はい、例えば生まれてあの地方から出てきた人なんか特になんですけど、やっぱり自分の夢っていうとやっぱり自分のマイホームを持つことですよね。そうですね。自分の城を持って、戸建てで、ね、持ちたいんです、はい、だからそれをですね、やっぱり安心安全に住める、まあ、住宅地を提供するとかそういった家を提供してですね、その夢を叶えるのに協力するあ のが我々の商売ですんで、はい、そこ照れながら言わなくていいんじゃないですか照れちゃうんですけど、真面目な方で言うと何言ってんすか本当にこの人そうです、え、副会長さんですよね。そうですね、一応、いや一応っていうか、はい、あの会長さんはどちらのご出身なんですか？会長は名古屋の水北、副会長さん、はい、水北副会長はどちらのご出身？私は豊田市です。豊田市、あのやっぱりこう愛知県内54市町村ありますよね、はいはい、38市、はい、14町2村、はい、この54市町村の中で、はい、やっぱりこう空き家が多い町とかこう少ないとか、なんかそういうのあるんですか？あります、あります。やっぱり、まあ、私の
トヨタなんですけど、やっぱり田舎の方はやっぱり空き家多いですよね。やっぱり東三河なんかやっぱり要するに産業のやっぱり弱いところはどうしても空き家増えてますよね。そうなんですか。やっぱりその人がどんどんこう仕事のある方へ出ていっちゃって、あの家が空いちゃう、そういうことですね。やっぱりあの働くとこはないとやっぱり当然人も来ませんから。なるほどなるほど。え、尾藤さんはご出身は名古屋、西区と中村の狭間です。西区と中村の狭間ですか。牛島町です。牛島町、そこまで個人情報言われていいそうですか。あの名古屋市内っていうのはどうなんですか、空き家は。あの結構あると思うんですけれども、まあ、あの先ほど副会長のお話したようにですね、やはり一番の問題はやっぱり税制なんですね、いわゆるあの、古屋、まあ、固定資産税の問題が一番多くて、なかなか例えば港だとか中川、中村も、まあ、一般的には旧の、住宅地が多いところがどうしても多くなると、で、まあ、新しい中村とかですね、私の名古屋駅前というのは、ほぼ空き家はない、それはもうすぐに売れると。なるほど、高値で売れるから、売れるからもうみんな売っちゃう、だから、まあ、なかなか港だとか中川というのはどうしても、地域性、まあ、いわゆる洪水の問題とかいろんなことがあってなかなか人が買ってもらえないっていうやっぱり懸念材料があります。どうしてもそういうところは必然的に空き家が増えてくる。やっぱり地域のブランドイメージっていうのも大事なんですね。です、中村って名古屋駅あるじゃないですか、ダメなんですか。名古屋いいですよ。ただあの例えば、まあ、地域的に言うと大脇町とかですね、長島町とか、あんまり具体的に言わんない、あの辺りはやっぱり旧 の、あの中村ですよね、まだ古い町並みが残ってる、そうすると空き家が道路も狭い、一方通行ばっかり、でやはりそうなってくるとなかなか、なるほど、増えていくということですね。なるほど、利便性を考えると、高い値であまり売れない、どうしてもあの実家があってもですね、仕事の都合で例えば東京行くとか、大阪行くとかいうと、もうそこの実家はもう戻らないというケースが多いですね。なるほど。でもこれ空き家がどんどんこう増えていく、日本中で増えていく中でやっぱり協会としてそれをどう食い止めるかっていうことも考えておられる。もちろんそうです、ただ一番簡単な方法はですね、まあ、売却なんですよね。本当は売却、要はそのマッチングですよね。マッチングですか。買いたいという人、これ売れますよという協会さんの間に入ってやる。そうです。それなかなかうまくいかないものなんですか。いや、だからあの今それをですね、ただあの今所有者の方もいろんな方が見えますし、高齢者だとやっぱりまあ思い出のある家をですね、まあ、自分の目の黒いうちが、まあ、触るなとかですね、まあ、そうですよ、まあ、絶対売るなとかですね、そういった話、結構ありますので、それがあるとやっぱりなかなか解決しませんよね、当然ですね。そういったところもこう間に入ってアドバイスしたり、あの、まあ、所詮の、まあ、問題の先送りだけになっちゃいますんで、あの家はさっきも言ったように、まあ、古くなればなるほど、まあ、手入れすれば別でしょうけど、基本的には価値なくなってきますし、手入れしないと当然悪くなりますからね。あとまあその、まあ、2番目って言いますとやっぱり利活用する、まあ、貸せるものだったら貸して家賃をもらうっていうのはいい方法だとは思いますけど、賃貸でということですね、賃貸で、ただ賃貸もまあ考えもんで、あの貸せる状態にするには そこそこお金もいりますんでね、まあ、そこら辺のやっぱりあの、まあ、収支計画をまあ我々プロがあの計画立てますんで。なるほど、でも最近こう流行りというか、よくあの聞くのは古民家スタイルのカフェとかね、あのなんかそういういろいろご商売をやられるっていうところもあるようですけど、ありますよね、それもそういったこうアレンジも提案してます、もちろん。あ、そうですか。あの我々あの不動産なんですけど、当然建築関係だとかですね、まあ、法的なこと、まあ、税務、まあ、税理士さんだとか、まあ、全てあの連携取ってますんで、まあ、我々に相談さえしていただければワンストップでいろんなネットワークで相談に乗りますので。なるほど。あの相談に乗っていただくには どうすればいいんですか。あの協会さんの方へ電話してもらえば、電話して、でその場でこう空き家の窓口がありますので、でそこで答えれる問題を答えますし、またあの空き家マイスターっていうですね、我々空き家マイスターあの空き家の専門家が集まってる、もう空き家に住んでるような人ですか。まあ空き家は住んでませんけど。いや住んでませんね、空き家だからね。空き家マイスター、空き家マイスターっていう資格をですね、今大体我々と協会で作ってるので。資格なんですね。資格なんですよ。まあ、毎年更新ですけど、ね、え今日は空き家マイスターの方いらっしゃるんですか。いやもちろん副会長も尾藤さんも空き家マイスター、空き家マイスター
どんな試験を受けたりとかあるんですか？試験あります、あります。どんな空き家に1週間住んでみろとか、そういうことですか？我々一人一人でどこまで我慢できるのか。あるんですけども、私どもの公益社団では、そういうマッチングは公益社団の中ではできないんです。それをするために今アイツサポート株式会社という株式会社の中で、なるほど、はい、あのシステムを設けて、アイツサポート株式会社、愛知宅建サポート株式会社という別会社を作って、そこだったらあのそういう相談に乗れる。で売却も全部、はい、仲介してやれる、やる。公益社団できませんね。そうですね、はい、そうですね、はい、社団法人ですね、はい、それはやっぱりちょっと違いますよね。でその会社は今、はい、名古屋にあるんですか？名古屋というか宅建協会の別会社になってます。で中にあります。じゃあ宅建協会が、ね、相談があると、ね、あのその相談、空き家の相談に来た方を、ね、あのそちらの会社の方にご紹介して、ね、ここでワンストップでコーディネーションもやってもらいますよ。そういう話ですか、はい、コンタクトするにはどうすればいいんですか？電話、ネット、まあ、電話番号もありますし、はい、はい、052-522-2567、はい、今そうやって言うとかかってきちゃいますよ。大丈夫ですか？052-522-2567、こちらに朝何時から夜何時ぐらいですか？まあ、9時から9時から5時、夕方5時までの間に052-522-2567、空き家専用窓、あの相談窓口です。窓口の専用電話、空き家のことで相談したいんですけど、はい、って言って電話をすると、はい、すぐそこで相談に乗れるか、またその地域もありますんで、まあ、地域のマイスターを紹介するという。なるほど。制度があります。それ協会さんには空き家マイスターと言われる方は何人ぐらいいるんですか？今500人ぐらいいます。めちゃめちゃ多いですね。500人もいるんですか？愛知県中で。いや、愛知県の結構人口も多いですし。ですよね。我々宅建協会の会員5000弱、あの5700ぐらいいますんでね、はい、まあ、その中から言ったらまだ大体1割ぐらいですから、まだまだ増やしていこうかなと考えております。なるほど、はい、あそこに勝手にスタジオにポスター貼られてますけど愛知の不動産探すのはアイポッポって書いてあるんですが、そうなんですよ。あれはあれを、あれも宅建協会、いや、サポート株式会社、あれはサポート株式会社が運営しているサイト、はい、不動産検索サイトアイポッポ、はい、誰がこんなふざけた名前つけたんですか？会員です。会員です、はい、アイポッポってどういう意味なんですか？アイツのアイと、はい、私どものこのマーク、ハトマーク、あ、これはあの宅建協会の全宅シンボルマークです、はい、あの全国の宅地建物取引業協会のマークがハトの、ハトなんです。なるほど、はい、全国に10万社ぐらいありますので、このハトマークの業者。あ、そうなんですか。10万社10万社空き家より多いんじゃないですか？番組持ってる。何言ってんすか？何言ってんすか？10万社、はい、で、ハトでポッポだから愛知県のそのワンストップで相談に乗っていただけるところはアイポッポ、アイポッポ、アイポッポで検索すると、どういうページに出てるんですか？いや、私どものホームページ出て、もともとはアイポッポというのはいわゆる、私どもの会員とですね、はい、会員が物件登録して、はい、一般消費者にいわゆる物件を、安心安全な物件を紹介する、はい、と、あとは、B2B、いわゆる会員間の情報交換の、はいはい、いわゆる、総合サイト、はい、SNS ですね。例えばこんな空き家があってこれぐらい、少しメンテナンスにお金かかるけど安く譲れますよとか、そういうこともあり得るんです。はい、平成4年から今年までにかけて取扱件数19件で17件制約しています。はい、あ、そうですか。さっきね、はい、ビューティービューティーが家欲しいって言ってたんですけど、ちょっと 1,2 件いい物件あった後で、ね、なんか予算が100円か200円で、それは無理です。いや、今だから本当あるんですよ、そういったのが。あると100円住宅でやると、あの要するにその代わり、あのメンテがいるとかですね、あのなかなかやっぱり、問題多い物件ですけど、確かにありますよ、あのサイトで見てみると。で、あの愛知県はメンテに1億ぐらいかかるとか、そういう話じゃないですか？まあ、東郷町の山の中だったら半分壊れたような家だったり、それでもあると思うんですけど。あ、そうなんですか。東郷町の人、東栄町、東栄町ですね、はい、なるほどね。そうです、半分壊れたような家でも半分は壊れてませんからねそういうことですか。さあ、ぜひぜひと皆さん、アイポッポ、このぬいぐるみは何ですか？その後ろにあるマスコットキャラクターです。でしょうね雪だるまに見えましたけどこれは、アイポッポ、はい、アイポッポです。これはこのぬいぐるみはどう、副会長、これなんか番組見てらっしゃる方に、
プレゼントしようか。本当ですか。今日持ってきました。これ大きい、この iPod。 大きいやつと小さいやつといろいろありますんで。いや、これプレゼントされたら困るな。これはチューノとちっちゃいキーホルダー型の、はい、だそうです。 iPod をいただける、はい、リスナーの皆さんに、はい、これこの人これどうしようね。メールで、はい、メールで申し込んでいただきます、はい、プレゼントフォームがありますので、はいはいはい、そこから、はい、リスナーの皆さん、ミッド FM のですね、ホームページで、プレゼントの申し込みのページがありますので、ぜひそちらからですね、はい、iPod ぬいぐるみと書いていただいて、はい、この番組名書いていただいて、むつみのスーパーチューズで、もうむつみのスパチューでいいですね、はい、むつみのスパチュー iPod ぬいぐるみ、中と小がありますので、はい、中か小かというですね、なんか焼肉のライスみたいな台はもう売り切れです、はいはい、中華商家で お送りいただきたいと思います。これ どうする、発送するんですか。鳩だから自分で飛んでいくか、ね、抽選で、ね、当たった方は鳩だから自分で飛んでいくそうですが、実は宅建協会さんからお送りいただけるというですね、すごいですね。そうすると100円の家までついてくる。教会じゃなくてサポート。あ、サポートだ。はい、これ iPod さんからですね。はい、そうです。教会は、ね、教会は公益ですから、はい、そうではなくて、株式会社の方からですね、鳩が出ますよということですね。はい、さあ曲の方、曲いけるかな、まだいきますね。ゆずの栄光の架け橋と立て続けに矢沢永吉さんの。先ほど尾藤さんから俺のリクエストが入ってないぞと言われた時間を止まれ2曲続けてお願いします、はい、さあ2曲続けて聴いていただきました。栄光の架け橋、ゆず。はこれは三岡副会長、はい、リクエスト、はい、これなんか辛い思い出とかあるんですか。いや、実はですね、 この間私はモンゴル行ってきたんですよ、はあ、モンゴルで不動産業を5年やってる人間がいて、そのパーティーで行った時に流れてて、モンゴル、はい、ウランバートル。ウランバートル今すごいですよ。今そこものすごい開発が進んで、めちゃめちゃ発展してる。大都会ですよ。日本より国土は4倍ぐらいありますけど、ウランバートル人口何人住んでるか知ってます、モンゴルって。朝青龍あと誰だ、白鵬、極天鵬あと どれぐらいですか。3人ぐらい分かるんですけどね。日本の面積4倍あります、はい、広さ、はい、普通だったらだから5億人ぐらいですか、だから330万人そんな少ないですか。そんな少ないんですよ。でその中で、クイズかい。その中でウランバートルっていう町があるんですけど、そこに半分住んでますんで160万人ぐらい、すごいんですよ、その中心地だけは。なるほど、すごいとこで今で、ゆずがかかってた。ゆずがで今日リクエストした。なんじゃそれ。そうですか。副会長、ちょっとまたね、ぜひスタジオをお越しいただきたいと思うんですけど、空き家のお話でもう少しやっぱりこう踏み込んだお話も含めて、尾藤さんと一緒にですね、スタジオをお越しいただきたいと思います。尾藤さん、いいですよね。はい、いいですよ。ね。はい、で、またぬいぐるみ持ってきていただいて。ぜひぜひお願いしたいと思います。そろそろお別れの時間近づいてまいりましたが、スカちゃん何かいいですか、言い残したこと。なんか石川さんからメール入ったとか言って、はい、入りました、聞いてくださってですね、はい、今石川さんどこにいるんですかね。石川さん今福岡です。福岡ですか。あ、今度僕福岡行きます。今月2回ぐらい行くんで、ちょっと石川さん連絡しますわ。世界水泳とかいろいろやってますから、ね、ちょっとねお仕事でね。さあ、はい、そろそろお別れの時間近づいてまいりました、はい、88,964人のむつみのスーパーチューでリスナーの皆さん、今日は空き家の話と自衛隊募集の話と脱毛の話でしたね、はい、また再来週お会いしましょう。おやすみなさい。さよなら。さよなら。さよなら。